は YouTube IVE です。はい。ザ・フォレスト続きやっていきたいと思います。いや、なんかね、何気にね、このフォレストを楽しみに待っていてくれる、視聴者様が、まあね、いたので、いや、もう嬉しながら、こわごわと、悲鳴を上げてやっていきたいと思います。いや、慣れんよ、これ。慣れたって思う時もあるんよ。でもやっぱね、慣れんね。ですね、今回、ちょっと目標がありまして、ちょっとマップ開きまして、このあたりかな、多分赤丸ついてると思うんですけど、そのあたりに行きたいと思います。まあ、サムネイル、とか、あ、今どこ？こっちでいいんだよね、多分。サムネイルとかで多分ね、見て、わかると思うんですけど、墜落した飛行機の中に、あれがあるんですよ。あれが。それを取りに行って、やろうじゃないかと、思ってまして。こう。あ、やばくない？一旦家帰ろう。一旦家帰ろう。一旦家帰るよ。よしよし。いいね。これ腐ってるよね。飲んで。はい。ちょっと待って、どういうこと？寝れない。大変だ。寝れない。じゃあさ。なんかライト持ってるやつがいたぞ。酒が結構あるね。弓矢もう作れないんじゃないの？あ、間違えてお酒飲んじゃった。最悪。おっちゃいねえ。寝れる？寝れない。お薬置いてこ。なんかの時にためにね、やっぱ置いとかないと。ベリーとかさ、どうやって入れんのかがわかんないんだけど、あれも。持って入れなきゃいけないのかな？こうやって持って入れんのかな？謎だわ。近代的な斧。待って、近代的な斧さ。で、ほら、できる。強化してこう。ダメージ、スピード。は。あと、なになになに？どこについたの？これ？見づら。これと、ダメージ上がった？ダメージ上がってる？羽と植木で、ね、上がってる？あ、これ、こう、黄色、あ、上がってってる、微妙に。これ？メーター的には。多分これ以上上がんないような感じっぽいです。見てください、この。この。この斧を。寝れなーい。これは。お、光る銃になるらしいよ。あ、でも、いいんじゃない？
これ作って。おい。ゴールしたら。あ、いいじゃん。これで、あんまりあれするとね。こう。懐中電灯の電池なくなりそうだから。これは、もうボス戦、ボスいるのか知らんけどさ。ボス戦の時に使おう。お、朝になってきた。オッケーオッケー。あ、食べ物持ってって。これ、行きますか。朝になったので。なんか、引っかかってる？なんもなくない？じゃあ、行きまーす。まあ、なんか、とりあえず雪山に行く感じで、よいしょ。マップ見て。もうちょっとこっちっぽいね。これかな。雪山ー。あったー、これこれこれ。これ。うん、この辺だね、もうちょうど。ここにね、ほらー、なんだっけ、照明弾。あれ？これ、TV ショーみたいなやつ。TV ショー？よいしょ。いや、着替えとこう。なんか、どうやら、この、寒いね。寒いってなってるね。どうやら、この何？この発煙と、どこ行った？これ。これね、発煙筒だよね。この発煙筒が、どうやらこのね、火炎瓶より燃えるらしい。だからさ、こう、持っといた方がいいんかなと思って、取りに来ました。ああ、原住民いるよ。ついでに戦っちゃおうか。骨欲しいもんね。この、あ、めっちゃおるな。このさ、威力も試したいし。この、斧の威力。わ、振り、おっそ。振り、おっそ。振り、おっそ。逃げるんやけど。まあでも、いいや。とりあえず振りが遅い。こういう感じの、こう、みたいな。あ！おけさーん。待って待って待って。え？え？あ、びっくりした。いいぞ。パワーがね、欲しくて。
この川を来て。カゲの川でね。いや、待って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 。違う。ワニは知らん。ワニは知らん。よし。よしよしよし。はい、今回はね、ここまでにしたいと思います。じゃあね、無事発煙筒も見つけたので、よかった。で、この発煙筒なんですけれども、この発煙筒、どうやらこのね、火炎瓶より発火性があるということなので、まあ、ボス戦の時に使ってやろうかな、みたいな。それか、なんか変異体とかにさ、こう投げてやろうかなと思って、取りに行ってたんですけれども、次回はですね、次回はなんかこのさ、エアポンプ、エアポンプってなんだ、エアボンベ、2個持ってるんですけど、リブリーザーを持ってないので、リブリーザーをね、取りに行こうかなと考えております。はい。この動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いします。じゃ、またね。